最後にいきたいと思いますが、こんな風な性格でやっているんですけども、やっぱりなんでしょう、今日は本当にどっちかといえば感謝祭のような形で、CD 買っていただいた方とかお世話になった方とか、いろいろと本当に、それで実際に、バンドを知らない方もいらっしゃるから、それで実際に何かこんな形で楽しんでいただけたらなということもあり、岡山から来ていただいた方もいらっしゃいます。すごい、ありがとうございます本当に。そういうのもあって、ちょっと早めに始めたっていうのもあったんですけどね、でそこでやっぱ感謝祭なんですけども、じゃあ今日は感謝祭です、ありがとうございましたっていう感じではやりたくなくて、やっぱり挑戦したいんですよね。次に進みたいということで、だから次最後の曲はCD に入っていないやつをやろうと思いましてですね、実は海外って2回行ったんですよ、その年に。ハワイ以外にもう一つ行きました。それロシアなんですけど、ロシアに今出たと聞きましたロシア実はロシアに行きまして、そのロシアの曲も作ったんですよ。それでやっぱりなんでしょう、やっぱ人と違うことやりたい、こんな見た目です、もう何回3回目です、こんな見た目で人と違うことやりたいなと思ったんですけど、その時にどんな曲がやっぱり人と違うかなって考えた時に、あ、ロシア語だなと思いましてですね、日本語とか英語の歌詞はあるけどロシア語の歌詞ってねえなと思いまして、でそれでだから、今回のロシアの曲、最後の曲は「ベスコニチのロイルノストロシア」って言います。これは皆さん歌うとかね、もったいないとかっていう感じの歌なんですけど、みんなで一緒にベスコ練習しましょうか。これさすがにこれ難しい「広がる針葉樹」って歌うんで、広がる針葉樹ですね、ロシアなんですね。その後に皆さんに「ベスコニチのロイルノストロシア」もう分からなかったらロシアだけでいいです難しいです広がシムヨー、はい、ベスコイチのロイルのロシアイメージは、皆さんロシアのイメージ、行ったことない人も多いと思うんですけど、ロシアって英雄なんですよ、銅像がいっぱいあるんですよ。で、プーチンであったりゴルバチョフであったり、そういう、レーニンであったり、そういう英雄を称える銅像がすごいあるので、そんな国歌を歌うようなイメージで皆さん聴いていただけると思って、でそんな、ロシアの曲を作ったはいいけど、この3人どうやってやろうかとやりましてですね、なんとかなるだろうとか言って、なんとかなるだろうとか、なんとかやるだろうと、なんとかするだろうということでちょっとやってみたんで、ちょっと今回はバンドでロシアを行きたいと思いますね。ベスコンサルです。ロシアはご存知のとおりで、これが最後の曲ですね。感謝祭だけで終わるわけだから先に進みます。今日はどうもありがとうございました。